こんにちは、おしりみおちです。ブラックです。今回はセウィニングルームアプリ2020チャットこうと思うんですが、今回は最終ガチスカ人選徹底解説シリーズということで、前回はですねチェレフチェンコを挙げたんですけど、今回は4312編ということでですね、2020に比べて少し減ってきてはいるものの、ただねオンラインとかでもやっぱり未だに見るんで、まあ人気監督だと思うんで、使用してる監督がジャン・ダニエル・スパークなんですけど、まあ基本的に4312だったらまあこんな感じのおもちゃ TV は組んでますっていうところなんで、別に監督はそこまでまあこだわんなくてもいいのか。ただ、おもちゃ TV の中だと4312監督で一番使ってきたのがジャン・ダニエル・スパークなんで、まあジャン・ダニエル・スパークを元に一応スカット組んできたよということで、早速人選解説していこうかなと思います。コストがまず800なんで、ジャン・ダニエル・スパークって初期が740なんでね、6個使ってるといった感じなんで、まあそこはねご了承ください。キーパーからですね、まあキーパークルトワと使用感がね一番いい GK なんで、まあクルトワを使ってると。でセンターバックですね、スペディアシレと、ベッケンバーバーということで、今回ねレジェンドを3枚入れてて、マルディーニ、ベッカム、ベッケンバーバーと、ここねアイコニックしないでコスト削減のためにレジェンドを活用してるんですけど、もう800でもコスト削減、ベンチ見てほしいんですけどパンパンにねやっぱり詰まってるんで、まあここら辺はねレジェンドを使ってるんですが、ぶっちゃけねほんとマルディーニ、ベッケン、まあ、ベッカムに関してはアイコニックとほとんどそんなに変わらない。でまあおもちゃ TV の中でだとほんとバランとね双璧をなすというか、まあ最強なんじゃないかなと思っている、まあベディアシレ、しかもこの選手めっちゃいいのがコスト32なんですよね、うん、で最近で言うとパウトーレスとかホバナとかいるんですけど、パウトーレスに関してはねコストがね47ぐらいあるんですよ。なるほど、結構高いっていうのでちょっとね今回入れてないっていうのと、あとホバナに関してはチームスピリットがまだそこまで上がってきてないんで、なんでベディアシレがまあ先発で使ってて、ベンチにいるのは左利きのセンターバックで、最近また使い始めてるんですけどガブリエル・マガリアニスですね。この選手もねコストが32なんですよ。これいいね、改めて使うんですけどすげえ強い。この選手いやマガリアニスも事故んないよね。事故んない、こういう風な感じになるといった感じですね。ただどっちとも FP だからポシャル可能性もある。まああるんですけど、まあ基本的には持つね。プジョル、プジョルは一応ここを控えとしてなるほど、ことがいるんですけど、プジョルはなんでこれやっぱ入れてるかっていうと、サイドバックとセンターバックをできる B 固定の選手ってほんと希少性が高いというか、うん、いないんですよねあんまり。なんでセンターバックもできてサイドバックもできて、かつワンタッチパス、持ってるっていうのが、あと対人とかも結構強いんで、4312で一個ポイントなのがサイドバックにどっちかワンタッチパス持ちは欲しいですね、はい、4312って結構やっぱ中央に寄ってしまう、うん、サイドバックに一回預ける時にワンパ持ちがあるとサイドからの展開がうまいことできたりとかするので、サイド持ちにワンタッチパスとかがあると結構サイド攻撃がしやすく、はい、右サイドバックはキミヒということで、まあ、キミヒは本当ワンパススルーパス持ってて、まあ、右サイドバックで言うとアーノルド、キミヒ、トリッピア、うん、まあ、ここら辺をよく使うんですけれども、442とか4312とかの4ディフェンダーの場合の右サイドバックはアーノルドだとちょっと守備が手薄になるんで、まあ、ここは守備もまあまあできるキミヒがまあ一番の候補かなといった感じ。7だしね、こう、はい、で左が、マルディニですね、まあ、ここも、B 固定なんでもう安定ですね。本当逆足の精度が44なんで、最悪マルディーニ全然右側もねできるんでね、そういった面でもかなり、いいかなと。 DMF はロドリですね。チーム補正見てほしいんですけど、今回はユベントス補正してるんですよね、うん、でこれミラン補正かける場合は DMF はプレーメーカーのライカルト、ユベントス補正の場合はライカルトではなくてアンカーのロドリで、4312の場合はね個人的になんですけど、まあ、プレーメーカーよりやっぱりアンカーの方がここに居続けてくれるんで早い攻撃になっちゃったりとかするんですよ、どうしても。4312自体がね、そうで、プレーメーカーの選手ってアンカーとは違ってちょっと攻撃参加してくるんですよね。プレーメーカーの選手も一緒に上がっていっちゃうと結構中に詰まっちゃったりとかするんですよ、縦に。好き嫌い分かれるんですけど、ここに居続けるんで、これはかえってそっちの方がなんかペースダウンできるというか、一回ちょっとアンカーまで戻してっていうことができるんですけど、アンカー置いてないプレーメーとかボックスとボックスとかハードプレスの人はね、ここが多分いるのが嫌だみたいな、ここもちょっと上がってほしいみたいな感じの考えがあると思うんですけど、俺はどちらかというと縦に急いでる時とかの攻撃の時にアンカーがここにいてくれると一回下げてもう一回ゲームを作り直すってことができるんで、今回はイベントス補正だしってことも加えて、ロドリサイドバックが今回守備的サイドバック4312とかだと結構あると思うんですけど、はい、1枚は守備的サイドバックの選手をサイドバックに置くことによって、ね、DMF の選手アンカーじゃなくてプレーメーカーっていうのは守備が間に合うんでいいんですけど、はいはいはい、今回のこういった感じで、まあ、どっちとも別にその守備的な感じの、ね、まあ、プレースタイルじゃないっていうんだったらサイドバックが結構上がっちゃうんで、そういった場合は真ん中にねロドリがしっかり守ってくれた方がバランスいい
いですね。はい、でも中盤はやっぱりもう2021はなんだかんだこの2人かな、ベッカムとネドベトということで、ワンタッチパスとスルーパス持ってる2人なんですけれども、ビエラとかね、そういった選手置く方もいると思うんですけど、やっぱ4-3-1でね、縦に速くなるんでサッカーが、だからここにね、やっぱりこうピッピッてこう当てていくことが多いんで、やっぱりビエラとかだとワンタッチパスがないんで、そこがちょっと気になる。ここのじゃあ2枚のベッカムとネドベトだと守備気にならないのっていうところなんですけど、これねぶっちゃけ全く気にならないですね。っていうのもウイニングレブアプリの場合って、じゃあ守備数値が高いビエラとかそういった選手を配置したところで、まあ、奪い切れるシーンは、まあ、ベッカムとかネドベトよりは増えるかもしれないんだけど、ただねゲーム上ね、やっぱりどうしてもすり抜けたりとか硬直したりっていうのがあるんで、もうそれだったら攻撃に振ってますね。特に 4-3-1-2 は開幕が強い褒めなんで、はい、確かにその CMF ビエラっていうのも一時期やってたりとかもしたんですけど、うん、開幕するときにちょっと落ちるんですよ ね。やっぱりそこまで細かくボールが持てるっていう選手でもないんで、はい、開幕やっぱ一番力強くいけるっていうのがこの 4-3-1-2 の特徴だとしたときに、この CMF の2枚がしっかり攻撃力あって、なおかつ決定力もある、選手を配置することでより一番強いね開幕っていうのが、はい、まあかなり決まりやすくなってるのかなと。そうだね。でトップ下はですね、今回デルピエロということで、デルピエロはね本当に2021だとあんまり使ってこなかったんですけど、ここ最近ね使うようになって、やっぱ OMF で使うんですけど、めちゃくちゃタッチが細かいですね。クライフとかカカとかホルランとかも OMF で結構使いましたけど、その3選手よりも明らかにボールタッチが細かい。あ、ここ取られそうだなみたいな時に、デルピエロ確かにフィジカルはないんですけど、ただ足が一歩出たりとかして残せたりとかするんですよ。この選手だとスルーパスを持ってるっていうのと、あと地味に決定力も結構高いっていうのがあるんで、まあだって元々はね OMF じゃなくて、もうちょっと前で使ったからね。OMF のデルピエロがめっちゃ強いのと、あとは2トップなんですけど、今回はクリスチャン・ロナウド置いてるよということで、オージェ TV だと大体 AC ミランの補正かけて、フリット、カカで、まあ、ライカルド、マルティンと入れてたんですけど、うん、今回はねロナウドなんですよ。4-3-1-2の場合ってすごい火力に全部振ってるんですよ。ファイバックの場合とかってバランスもしくはちょっと守備型、うん、まあちょっと守備に振るよね、やっぱり5番なんで、うん、だから4-3-1-2殴り合い上等なんですよね。って考えた時にこのロナウドがめっちゃ強くて、このロナウドってフリットと同じようにフィジカルコンタクトとボディコン、フリットよりも高いんですよ、うん、なんで背負いに関してはナンバーワンなんですよね。でかつ決定力もむちゃくちゃ高いんですよね、ロナウドって。フリットってやっぱ89なんで、遠目からの位置のシュートとか理不尽なシュートっていうのは決まってかないんだけど、ロナウドの場合ってそういうのが右でも左でも逆足に乗せるのも高いんで打っていけるっていうのがあるんで、より攻撃的な、まあ、4-3-1-2 の場合はフリットみたいに背負いで火力も出るロナウドの方が合ってるなって思った。珍しく 4-3-1-2 とかだと2トップ1枚もねワンパ持ってない構成にはなってるんですけど、その代わり1枚は絶対体張れるような感じでロナウドを使ってると、はい、左はもうムルンメニゲなんですけど、サブなんですけど、サブはですね昨日も紹介してましたけど、このホーランドとこのラッシュ第一形態かな、強いね、ホーランド。ここら辺の強力なサブもやっぱ詰め込むと800コストぴったりと、ぴったりです。レジェンドとかもやっぱ入れていかないと800でもちょっとコスト的には足りない。そう、まあ、一応ロドリの控えとしてはね、ジューベとシューバーのレジェンドを連れてきてます。連れてきたりだとかもして、まあ、こういうのもねなんか地味に大切。こんな感じで組んで最終ガチスカになりましたということで、この監督のやつが見たいみたいなのがあればですね、はい、ぜひコメント欄に教えてもらえるとありがたいです。この動画のチャンネル今回よろしくお願いいたします。とショーサラボー。